鍵持ちセカンドです。今日はね、この新しく出たハニーバターチップの新バージョンの味と、私のちょっとまあくだらないいつものお話をしたいと思います。まあ相変わらずね、食べ始めるとちょっとしゃべりに集中できなくなるので、こちら先に紹介します。はい、韓国でね、5年前とか結構数年前に大ヒットして入手困難になったハニーバターチップですね。もう今ではどこでも買えるんですけど、これの新しい味バージョン、バニラレモン味っていうのを買ってきました。もうスーパーでうろうっとしてたら見つけた。まあね、今回もあのこのね、スペシャルエディション、期間限定もしくは数量限定でね、多分またなくなるので、はい、気になる方は早めの方がいいですか、あの。カルビーさんとかね、ヘテ。なんかこの日本と韓国のね、コラボ商品みたいですね、これ。国内産生じゃがいも 100%。で、これがまた開けにくい。もうさ、ハサミで引きるしかないよね。この開け方できないから。まあね、こっから破ってくださいってあるんですけど、そうするとさ、しまえないじゃないですか。途中食べるのやめれない。もう最後まで食べきらなきゃいけないから。はい、切りました。あれ毎回ながら匂い一緒だよ。ハニーバターチップの新しい味バージョン、今までも何回も出てるけど、なんか匂いね、一緒なんですよ。で、味も、なんかあんまりね、攻めてないというか、元の味を大事にしてる感じで、何々味が強くないんですよ。ほら、見た目も一緒。でも今回ちょっとこれ、レモン結構来る。このほら、レモンのさ、よくパウンドケーキみたいなこれあるじゃないですか。これの味がする。だからバニラレモンか。美味しい。なんかどっちにも寄ってない。なんかレモン味にも寄ってないし、バニラ味にも寄ってない。どっちもがちょうどいいぐらいに入ってきてる。ちょっとレモンの酸味が美味しいのかも。これ止まらんわ。もう本当に正直に言っちゃうと、このハニーバターチップのシリーズの何々味バージョンって今まで、なんかそんな、お、これ当たりだな、美味しいなが、まあ、あった時もあったけど、比較的少ない。さっきも言った通り、あれこれその味する？いつものやつじゃないっていうやつか、もしくは、あれこの味いらんなみたいなのか、今までレビューしてきたけど、そういうのが多かったけど、これはね、合ってる。ちょうどいいぐらいの強さだし。おいしい。うわ、これ、ペロリだわ。でもこれさ、ここでペロリしてたらさ、動画が進まないから、もう話します。お土産センスの話。まあね、この話ってちょいちょいね、今まで動画でもしてきた気がするんですけど、私ね、お土産センスゼロなんですよ。本当にゼロ。もうね、お土産だけじゃない。もうプレゼントもお土産もお祝いももう何もかも、何か人にあげるときに選ぶってなると私基本外す。まあなんで外すかっていうと、まあ相手の反応でもわかるし、買った後に、あ、これ違ったなって思って買い直しても、買い直したやつも買い直す前も外してるみたいな。なんか大体さ、なんか買った時に、こう近くにいるクマさんとか、あとうちのトギママトギパパとかにね、これお祝いとかお土産でこんなの買ったんだけど、あげるのどう思うって来た。まあ、いいんちゃんみたいな。私ね、お土産買ってめっちゃ喜んでもらった記憶があんまりなくって。まあ、っていうのもね、多分私がそもそもお土産もらったりお祝いもらったりすると何でも喜ぶタイプだから、私の感覚でいくと、喜ばれる範囲が私の中では広いんですよ。でも普通の人って、やっぱり嬉しいものと嬉しくないものとってあるし、まあ私もあるけど、その範囲が広いから、なんかそれなのかなって、まあ単純にセンスの問題もあるんですけど、でもさ、お土産選ぶのってめっちゃ難しくないですか？でもね、お土産は、100% 外さないものってあるじゃないですか。例えばまあ福岡行ったら、まあ福岡の通りもんとか、東京行ったら東京バナナとか、そういうこう、なんか、なんていうの、昔からお土産の定番とされてるものを選べばいいけど、私って意外とそういうもの選ばないんだよ。なんかせっかくだったら、こういつも買ってもらうものじゃないものあげたいなって思う。冒険したいからかな。だから外すのかな。下調べして外すんですよ。ダメだよね、ほんと。日本に帰るたびにクマさんのご実家にお土産買うけど
けど大体外すもんね。これ絶対喜ぶよ、これ美味しいよってあげたら、あ、今ちょっと甘いもの控えてるとか、ドレッシング買ったドレッシング買ったでなんかこうお口に合わなかったみたいで、私好きなんだけどなとか思ったり、なんかね私本当に下手なの。喜んでもらいたいと思って頑張るんだけどダメなの。でもさ、こういうのすごい上手な人いるじゃないですか。私の知ってる人の中で言うと、あの親戚でね、父方のいとこがいるんですけど、なんか京都に住んでて、めっちゃお土産センスある。マジで私今まで会った人の中で1番2番を争うぐらい、あのお土産センスがあって、まあやっぱり私が韓国にから日本に帰る時と、そのいとこが京都から香川に帰る時とで、ちょいちょい会う時があってというか、まあ合わせる時もあるけど、そういう時とかね、お土産大体買ってきてくれるんですよ、京都のお土産。そしたらさ、まあ京都ってそもそもお土産いっぱいあるし、選ぶ選択肢が多いから、外す率も高ければ当てる率も高いというか、まあでも難しいところですよね。でもさ、毎回私が知らないものを買ってきてくれるんですけど、それがねなんかユーモアもある、なんか商品としても面白いみたいな感じだし、食べたらめっちゃ美味しいだし、あのセカンドチャンネルも前さ、あのなんかプルンプルンとした餅、くず水くず餅かなんかわかんない、ああいうのを買ってきて、あれも美味しかったし、その前その後もなんかあんパン、なんかいろんな種類のミニあんパンのセットの箱に詰め合わせたのとかもすっごい美味しくって、なんか面白いし、ほんとさ羨ましいというか、そのセンスってどこで身につけるんだ、元々の持ってるあれなのかな、わかんないけどさ、すごいそのいとこはセンスがあるんですよ。あとね、私の親戚のおじさん、今度母方の方の母の弟のおじさんなんですけど、そのおじさんもね、なんか東京行ったとか、私今回帰ってるとか言うと、なんかこうミニメロンみたいなの丸々一個くり抜いたかなんかで、そのなんか生クリームと盛り付けてるとか、もうめっちゃ見た目もすごいし美味しいし、なんかさ、それを選べる、ほんとこれはねセンスだよ、センス、もうセンス以外の何もでもない。いや、あのおじさんも絶対ね、お土産センスがね神レベルだと思う。なんか生きてる中でさ、お土産センスこの人神だなって思う、神レベルだなって思う人が何人かいるけど、またおじさんもね、私の知ってる人の中では 1,2 を争うぐらいのお土産センスの持ち主なんですよ。なんかあーと友達の中でも一人言うとこうかな、友達でセンスがある子、中学校からずっと仲いい友達いるんですよ、部活も一緒だった。まあ地元帰るたびにね、何人かで集まって、まあ、その子の家でも集まったりするんですけど、その子が出産前になんかこう出産のお祝い、出産、あ、妊娠した時のお祝いみたいな来てくれて、家遊びに来てくれた時も安産祈願みたいなのをなんかいい神社からでっかいの買ってきてくれたりとか、それになんか私の好きな美味しいシュクリーム買ってきてくれたりとか、出産してからもなんか出産祝いとかでなんかこんなパネルに写真、私がインスタに載せてる写真をなんかちびもちとの写真をいっぱい集めて、こうちっちゃく切り抜いてプレート版にしてくれたりとか、いやす、あすごいよね、そういうことができる子って、私は本当にセンスなんだなって思ってるから、その子もすごいなって、なんか友達の中でも、で友達みんなね、みんなセンスあるんですよ基本。私友達からみんないろいろもらったものみんな良かったけど、その子はちょっと飛び抜けてるなと思う。まあとりあえず親族で2人、友達の中ではその子が飛び抜けてるというか、ちょっともう私の中では神レベルかなって思ってて、はい。なんかもし次生まれ変わるならこの能力これ欲しいってあるじゃないですか。私はお土産センスが1個欲しい、まあ、欲張りだからいろいろあるけど、そのうちの1個でお土産センスは欲しい。お願い神様、お土産センスを次つけてて、お土産とかお祝いとかプレゼントとかのセンスって大事だよ、生きていく上で。ケチってるわけじゃないんですよ、別に安いもの買おうとかで探してないですよ。そう、本当に喜んでもらえたから値段関わらず買おうと思っても外す、高いもの買っても安いもの買っても外す、センスですなというお話でした。ごめんなさい、はい。バニラレモン味、今までの商品の中で多分ね、特別バージョン、期間限定、数量限定バージョンの中では私これが一番美味しかったかもしれない。以上、ハニーバターチップのバニラレモン味とお土産センスのお話でした。